変容学習は学習者がこれまでに他者から与えられた前提によって成立していた自身の信念や経験の再評価を導くプロセスを述べる際に使用される教育理論の用語である。メディアムは変容学習は我々と我々をと取り巻く世界の変化、それも大規模で根本的な変化に関するものであると述べた。変容学習理論は ジャック・マゼロによって1978年に最初に開発され、その基礎は精神分析理論といくつかの重要な社会理論の上に成り立っている。変容学習はより内政的でよりクリティカルで他者の視点により影響を受けやすいが、防衛的でなくむしろ新しいアイデアにより需要的な性質を持つ。他にもこの理論を開発し、 さらに新しいアイデアを加えた研究者がいる。ロバート・ボイドとパウロ・フレイレは、その中でも最も傑出した人物である。変容学習理論は、成人教育にとって良いバックグラウンドを備えている、ため、成人教育のプログラムに適用することが可能である。様々な研究者が、成人教育における変容学習理論の適用を成功させるために、 変容学習の実践環境における教師と生徒の役割についての研究に取り組んできた。ジャック・マゼロは変容学習理論を構築主義的で経験とは学習者が自分の感覚を解釈、再解釈するプロセスであるという考えを支持する思考性があり意味を形成することに主眼を置く、ゆえに学習するということであると表現した。この理論は 以下の2種類の学習法を含む道具的学習はタスク思考な問題解決と因果関係の特定に集中する学習法である作業生産性の改善といった短期的目標の達成において有益である一方コミュニカティブ学習は他者がどのように自身の感情やニーズや欲求を伝えるかを理解することに関するものであり学習者が 自主的で、クリティカルで、しっかりとした思考、判断に基づいた考え方を身につけることを助ける。ジャック・マゼロによると、変容学習の目標は、価値判断や行動の枠組みを変えることである。ジャック・マゼロによると、この枠組みは、証拠のない過程や前提の集合からなり、この枠組みを通して我々は取り巻く世界を解釈し、理解しているという。この 枠組みは以下の二つの要素から構成される。前者は常に文化的、社会的、政治的な行動規範に基づき、家庭や前提から影響を受けて形成され、後者は前者によってもたらされる。人はクリティカルで深い内政と、自らが以前置いた家庭や前提と信念を分析し始めると、よりオープンで、包括的で、内省的で、そして変化に、 積極的になる。しかしながら、すべての経験がこうした、理由、動機の変化を引き起こすわけではない。効果的な学習は、肯定的な経験からではなく、効果的な内省から得られる。したがって、クリティカルな深い内省は、変容学習の中核を成すのである。ロバート・ボイドは、ジャック・マゼロの理論を、自身の調査と理解によって、さらに発展させた。 彼の理論は個人が自分自身に働きかけることによってこれまで経験してきた問題に対処しその結果としてより洗練された人格を発展させるという能力に注目している。ジャック・マゼロは理論をより自己内政に関連させたのに対してロバート・ボイドは優れた識別に焦点を当てた。この優れた識別とは個人が自分自身を どのようなものであるか、イメージやシンボルを使って表現することを指す。この識別は、一感受、二認識、そして三、深い悲しみ、と呼ばれる三つのステップによって構成される。一般的には、ロバート・ボイドの考える変化とは、ある個人の人格において、個人的ジレンマの解消や、意識の拡張が、人格の統合をもたらすまでの一連の流れを含めた。 根本的な変化と考えられる。ロバート・ボイドは変容学習の定義において、エゴといった個人の内面レベルに関する領域を乗り越え、推察や論理に重きを置いた。パウロ・フレイレもまた変容学習に関する研究を行った人物である。ジャック・マゼロが個人レベルの変化に焦点を当てたのに対して、パウロ・フレイレは社会レベルの変化に労力を費やした。 しかしながら、パウロ・フレイレは、決定的に重要な要素に焦点を置いた内政が、変容学習のプロセスにおいて、重要な要素である点で、ジャック・マゼロに同意している。パウロ・フレイレは、変容学習の目的を、学習者がよりクリティカルであることを意識するようになると、その結果、社会を、そして、自分自身の現実をより変えられるようになるという。 能力の再発見に基づいているとしている。また彼は変化に関わる行動をとることによって社会は変化すると考えている。パウロ・フレイレの成人教育への貢献には以下の3つのコンセプトがあった。テイラーは変容学習を実践するための以下の点を推奨した。生徒に質の高い変容学習の学習経験を提供するために 先生が検討するべき事柄やコミュニケーションの方法がいくつかある。教師が持つべき特質として相手に信頼を寄せ、共感的で思いやりがあり、信頼の持てる誠実な、そして高い品性があるという、また、変容学習理論を使用する際に、フィードバックと自己評価の機会を生徒に与えることは重要である。同様に、 愛は変容学習を適用したクラスで教師と生徒が担うべきいくつかの役割について述べている。ジャック・マゼロによると、教育者の役割について以下の点を挙げた。もちろん、実際の成人教育に、いくたの方法が存在するが、成人教育に変容学習を適用する場合、唯一の正しい方法というものは存在しない。テーラー。 e.w. the theory and practice of transformative learning, a critical r e v i e coupling with Columbus O Center on Education and Training for Employment E.M.S. a l Transformative Learning in Adult Food Columbus O Adult c a r e e r and Vocational Education m a z e r O J. Understanding Transformation Theory Adult Education Quotary 44 222-232マゼロ J. Transformative Learning Theory 2 Practice New Directions for Adult and Continuing Education No. 74 Summer 1997女子 Base Publishers Choice S. Transformational Learning in the Workplace ジャーナルオブトランスフォーマティブエデュケーション7.65から84メリアム SB カフェレラ RS& バウムガルトナー LM ラーニング・イン・アダルト・フッド A コンプリヘンシブ・ガイド 3rd エディション、サンフランシスコ女子ベースインク ISBN 0787975885ありがとうございます